イヤさんは自分の魅力って何だと思いますか？俺わかんないんだよね、自分の魅力。別にトークも面白いわけじゃないしさ、ゲームも別に上手くないじゃん。だって別にプロの人たち見りゃいいじゃん。別にで年齢も若くないし、なくない？何も魅力。なんかね、特徴がないなって思うわ。なんかよく聞かれる、その自分の強みとかなんですかみたいな。なんかイベントの時とかよく自分も配信やってみたいんですよみたいな感じで話されたりとか、 Twitter の DM とかで今後なんかもっと人増やして配信頑張りたいんですけど、なんかアドバイスありますかとか、ギアさんはどういうとこをなんかこう押して、どういうとこ強みでやってんすかみたいな感じでこう聞かれたりとかするんだけど、俺が聞きたいもんね。俺が聞きたい、むしろわからない。俺には冷たいカレーみたいな感じ。人を魅了するものがあるかもしれない。何もないと思うんだよな。でもさ、デトネーターの他の3人だったら俺全然もう言えるよ。うん、俺自身はわからない、本当に。俺はマジでわからないんだけど、全然軽くだったらさ、スタイリッシュムーブだったらほら、一つ一つのリアクションとかさ、あとは本当にもうプレイしながらさ喋り続けるのってかなり難しいんだけど、そのプレイしてる時の自分の考えてることとその場で起きてる状況を伝えて視聴者に説明しながらゲームプレイしていくのがすげえうまいなって思う。それプラスリアクションがうまい、彼はね。で、釈迦さんはやっぱりなんかね、なんだろうな、引き出しがすごい多いな。あ、ゲームがもちろんうまいってのもあるんだけど、今までやっぱり社会経験も豊富だし、あと世界大会も多分4人の中で一番行ってるし、なんかね、多趣味だよね、すごく。多分一言で言うといろんな引き出し持ってて、起点が利くし、まあ、気が利くからすごく空気が読めるっていうか、うん、そこら辺の回しがすごい上手いなって思う。うん、その場に応じた話ができるし、それっていうのは誰とでもそのコラボっていうか一緒にゲームできるし、あとまあ解説者としての一面もあるよね。うん。で、ヤマトンさんはまあ一言で言うのはストイック。すごいストイックで、ヤマトンさんの強みっていうかは、なんだろう、一つのゲームを1から、なんだろう、100までっていうか、その自分の下手くそな時から上手くなるまでの過程を良くも悪くもみんなに見せていくっていう、なんかこう、なんだろうな、どうやったら上手くなれるんだろうっていうのをみんなで考えて実践していって、良くも悪くもみんなで苦しみながら、なんかこう、これが正解だったんだねっていう、なんかこう一体感があるような配信だと思うんだよね。なんかそういうストイックさがヤマトンさんは強みだと俺は思うんだけど、あとはヤマトンさんやっぱり解説もできるからね、そもそも。うん。あとそんなにコラボしないけど、ヤマトンさんは結構いろんな人の動画とか知識すごいあるから、うん、誰かと配信するってなった時も普通に話題を触れるんだよね。そう、そういうところの強みってあると思う。そうそうそう、そんな感じかな、一言で言ったら。まあいっぱいね、いいとこはあると思うけど、3人の強みはそんな感じだと思うんだけど、いかがでしょうか、合っていますでしょうか、合っておりますか。
一方高橋は30歳のおじさんで終わりです。何も強みがないです俺やっぱさ地頭っていうかさ、そのそもそもバカじゃん。バカなんだよ。それはみんな知ってると思うけど、やっぱ勉強してこなかった分バカなのよ。マジでバカなんね。普段配信見に来てくれてる人たちってまあなんて言えばいいんだろうな、仕事終わった後とかさ、仕事の合間とかさ、まあ、仕事あり気前提で喋ってんだけど、まあ自分の時間を犠牲にしてっていうか、やることやって見に来てると思うんだけど、見に来てる人たちってなんかまあいわば現実逃避っていうかさ、なんか気分転換に見に来てると思ってんだよね。ラジオ感覚で聞いてる人もいると思うんだけど、なんか自分がゲームするじゃなくて人がゲームするのを見るってさ、結構すごい俺ことだと思うんだけど、みんなの時間を犠牲にして見てもらってるのってなかなかのもんだと俺思うんだけど、そういう気分転換とかなんか人の配信を見る人たちに対してやっぱなんかなんだろうな、良くも悪くもなんかもうバカな配信でいいんじゃないかなって思うわけですよ。うん、こいつ今日もバカなことやってんなって思ってくれた方がなんか見てる方も気が紛れるっていうかさ、なんだろうな、中にはなんかこう毎日朝の天気を確認するニュース感覚で見てくれてる人もいると思うんだけど、よくなんかお便りとかでもらったりするんだけど、なんかこうちょっと病気で入院してて元気がない時に見て元気もらってますとか、ちょっとリアルで嫌なことがあって元気もらってますみたいなのもたまに DM とかもらったりするのね。やっぱそういう時ってもうなんかもう頭空っぽでこいつバカだなみたいな感じで楽しめた方がいいのかなって思うの俺は。寝るために見てるんだよ、ふざけんなふざけんな。でもやっぱね、俺も人間だからさ、仕事ではあるけれどなんかこう自分で思ってる市場っていうか出ちゃうこともあるし、間違える時もある、それはあるけど、基本俺のモットーとしてはバカな配信でいいと思ってる。バカだしそもそも。だからなんか今日もこいつバカなことやってんなってコメントしてください。それくらいのコメントのなんかあれだと俺も楽しいわ。バカで楽しいよ。俺に対するね、悪口っていうかあれだったら楽しいよ。リスナー同士とか他の配信者とか味方に対するけなすようなあれは良くないけど、高橋バカじゃんみたいなあれだったらもう俺はよし、これからバカっつったやつ全般しちゃろう。
誰がバカだよ。今日バルラントだけだったね。バルラント何時間やったんだろう。今12時間、12時間も配信してんの俺。多分8時間くらいはバルラントやってたと思うけど、なんか知んないけど雑談3時間くらいしてる。バカだよねマジで。しかも多分雑談の4時間の、なんか4時間の内容多分3時間くらい全部系の話だからね。見なくていいよアーカイブ。追わない方がいいと思う。今言っとく。追わなくていいマジで。マジでくだらないから追わなくていい。あのなんならバロラントもダイヤ2に下がってダイヤ3に戻っただけだから追わなくていい。今日のアーカイブは追わない、追わないでほしい。あの、うん、一進一退で何もしてないようなもんなんで。